どうもこんにちは、ゲゲダスカッシュのゆえです。ゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はちょっとねゴールデンウィークというのはね平日よりも忙しい感じになっちゃってるんですけれども、何の動画撮ろうかなと思ったんですけど、その僕ね定期入れがちょっと今僕が使ってるのはハリスツイードのもうちょっとかなりボロボロになっちゃってて、このこれなんですけど、これがね最近もうほんと落ちちゃうんだよカードがバチョーって。だからちょっとこれ新調しないとまずいなーっていうことで、新しいスイカ入れを買ったんでね、それの方をご紹介していこうかなと思っております。みんなでもねスイカの入れ物気になるでしょ、毎日使うもんね、みんなもね。で俺ね鍵もなくしたくないし定期入れもなくしたくないから、もう鍵と一緒にしてんの。まあ今ごっちゃごちゃしてんだけど、じゃあちょっと紹介していくね。まずこちら、愛子さんのライブのキーホルダー、一個前のやつですよね。これオレンジの鍵、いつでもビール飲めるように栓抜き、自転車の鍵、屋上の鍵、事務所の鍵、実家の鍵。僕が欲しかった定期入れの条件ってのがある。カードが絶対に落ちないもの、そして鍵が付けれるものね、この二つ。単純でしょ。それで探したの。それで探して、で、いいのがあったから、昨日ね、Amazon でポチッとやって、さっき届いたから、早速今からね、紹介していこうかなと思います。はい、Amazon さんからね、届いたんでね、こちらの方を開封していきたいなと思います。はい、開きましたね。はい、開きましたんで。はい、こちらの方開けていきたいなと思ってるわけ。いってて。はい、はい、私はこんなの買ってみました。チャムスのかわいいやつ。これねすごい良くてね、結構ほんと手のひらサイズでちっちゃいのに、まずほらここにチャックになってんすよね、カードをシュッと。あ、面白い。これこここうなってて、これ定期入れで、これなんかさ指入れたらさ見えないから、あれと思ったら中もちゃんとこう2層にこう分かれてて、多分この中になんかちょっと小物入れたりしてもいいんでしょうね。でさらにこの表にはこれチャックついてて、でここはちゃんと仕切りになってて裏と繋がってないから、こで3層、もうこのちっちゃいサイズで3層になってて、まあいろいろ小分けできるっていうことですね。はい、こういう感じですね。まあいいじゃないですかこれ、全然ね。それで鍵を、これ鍵つけるとこもあってね、これここわかる、ここにこうリングがこうもともと入ってて、ここに鍵つけて、でさらにそれをこのままこうやって使ってもいいし、それをこう入れてもいいしっていう風になってて、これいいっしょ。ここにこれが全部ジャラジャラついてるのはちょっと嫌だなぁと思ったんで、よく使う鍵だけ、あ、この輪っか、これよりも僕が持ってたやつの方がちょっといいやつがあったんで、自分が持ってたちょっと良さげなリングに変えます。はい、こんな感じです。はい、毎日使う鍵を3つつけてみました。あ、3つでもこれ入るかもな、すごいな。あ、全然いけるじゃん。3つでもこうやって中に収納しちゃうこともできます。だからもうポケットとかにスッとこれ入れたらもうこれ1個で OK ですね。あ、でも俺はなんかこうチャラチャラしてないとなんかなくしちゃいそうで嫌だから、こうして使うと思う多分。でこの屋上の鍵と実家の鍵はチャックがあるから、チャックの中に入れとけば、さっきみたいにあんまガッチャ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 しなくても、もう鍵もスイカも大丈夫だと。あと新しいアイクさんのライブのねキーホルダーもつけたいな。これぐらいだったら可愛いもんだよね。邪魔っ気かな。でもこれのサイズだとさ、ちょっと予想以上にこうほんといい商品だね。もうコンパクトになりすぎちゃって逆にちょっとなくしそうなんで、俺なくすのがほんと嫌だから、これをちょっとつけてみたいと思います。はーい、つけました。いかがでしょうか。めっちゃ可愛くないと、ちょっとジャラジャラしすぎてんだろうと思うかもしれないんだけど、こうポケットとかに入れてさ、こうジャラジャラしてるとこう出す時にさ、こう楽なんだよね、こう引っ張れるから。あとその落とした時にさ音がするからなくさないっていうね。まあ、ちょっとジャラジャラしすぎかもしれないけど、スイカも絶対に落ちないし、鍵もついてて一体型で、まあ、さっきよりはコンパクトになったのかなと思っております。私が今日紹介したのはチャムスの、多分これコインケースって名前だったかもしれない、もともとはコインケースをゲットしたよーっていう、そういう動画でした。いかがですか。1900円ぐらいだった。あー、なんかすごいフィット感ある、いいっすね。はい、でなんかちょっとだけ小話して終わろうかな。今日はちょっとサクッとした動画であれだけども、ちょっとそう、まあまだ俺鼻声なんだけど、まあ随分もう良くなったんだけど、ずっとね4種類ぐらい出された薬を飲んでたのよ。そしたらさ、その
多分鼻水の止める薬を2種類も出てたから、それでなんだけど俺鼻水も出なければなんか唾もあんま出ないし汗もあんま出ないし、しまいになんかおしっこもあんまり出なくて、すごい体が気持ち悪くて、なんかすごいもうパンパン、今もすっごいむくんでんだけど、パンパンになっちゃって、体重もね、全然食べてないのに、どんどん太ってってて、画面的にはヒゲも生えてるかちょっとわかんないかもしれないんだけど、つまりはさ、その食べたものが、もうそのうんちも出ないからね、もううんちも多分だからもうこのお腹にさ、その、まあ、どんどん溜まってて、言ったらもしかしたらここら辺、お腹のここから、そのもう、体が全部が、その、もしかしたらもう俺うんちなのかもしれないと思って。その、うんちなんですよ。その、今日紹介したかったのは、その、これももちろんそうなんだけど、改めてやっぱ自己紹介をしなきゃいけないなと思って、僕そのものが、うんちなんですよ。いやこんなことあるんだなと思ったんだけど、そう、鼻水止めちゃったから水分という水分が全部出なくて、今日の朝絶対そうだと思ってネットで調べたら出てたから、今日の朝から、抗生物質は飲んでるけど、それ以外は全部飲んでないの。もう体調も良くなってるしね。鼻が詰まってんのも多分もう、昨日とかも、もう全然ほぼ体調良かったのに、薬飲んでたせいで、その、鼻水溜めちゃってるだけなんだよね。鼻水出ないから。だから、これ絶対もう薬飲まない方がいいんだと思って、で、薬飲まずに、今日一日過ごしたら汗も出てきたし、おしっこも出たし、うんちだけまだ出てないんだよ。だから、そのもう僕そのものが、もううんこそのまんまなんだよね。まあ色的にももうそのまんま、うんち。もう俺がうんちなんだよね。そのうんちワールドというか、うんちくんというか、うんちやというか、なんか、ミンティア、うんちや、なんとかね、その、うんちなんだよね。俺がね。その、俺がうんちなんだよ。やっぱりその、うんちなんだよね。やっぱどう考えたらうんちなんだよ。その、どの角度から考えたら俺うんちなんだよ。その、薬やめたことによって、その、いろいろ出るようになったのに、うんちだけ出ないわけだから、よく言うじゃない、体の、70% は水分でできています。俺はね、その、体の、100% うんちなんだよ。そのものなんだよね、天然の。天然のうんちなんだよね。そう。だから今日は、天然のうんちが定期で買ってっていう、そういうね、動画でした。だからまあ、これからもね、頑張っていこうかなと思うわけだけども、うんちとしてね、頑張っていこうかなと思ってるんだけども、一応報告だけはみんなにしとかなきゃいけないから。俺うんちだってことね。ただ、俺のうんちはっていうか、俺はっていうか、うんちは、その、みんなが思ってるうんちより綺麗だし、あんま匂いもしない。ただね、本当の話なんだよ、これ。本当の話なんだけど、俺、うんちなんだ。だからまあ、洋服がそのトイレットペーパーみたいなもので。だから、ここら辺とか出ちゃってる部分は、うんち出ちゃってるって、そういう感じになるからね。もしかしたら動画削除されちゃうかもしれないんだけどね、その規約違反で、YouTube の。うんち出ちゃってるから。うんちダメ、多分ダメだろうからね。まあ、それでも俺も頑張って生きてるから。ね、頑張って生きてんのよ。ただでもまあ、それなりに頑張っていこうとは思ってる。うん。いずれ、また人間に戻れる時があれば、その、ぜひ仲良くしてほしいなとは思ってたんでね。それだけ今日は、言いたかったんで。はい。ということで、じゃあ、今日は、うんちでした。どうも、ありがとうございました。じゃーっとね、水に流してくださーい。バイバーイ。